皆様こんにちは。今回は Android を省電力モードで運用できるバッテリーセーバーについて解説させていただきます。バッテリーセーバーは Android 5.0 以降の機種で利用できる省電力機能です。バッテリーセーバーがオンになるとバッテリーの消費を節約するモードに切り替わり、バックグラウンドで自動同期が行われるアプリの自動同期が行われない状態になったり、バイブレーションや位置情報機能の停止や Google マップのナビゲーション機能などが利用できなくなります。ただしメールなどはアプリを起動した際に同期が行われ、新着メッセージを受信できるので、サーバーと同期するアプリ自体が一切利用できなくなるわけではありません。バッテリーセーバーは手動でオンにするか、もしくはバッテリー残量が 15% か 5% 以下となったら自動でオンになるように設定しておくことができます。手動でオンにするケースは、今後数時間 Android を充電できる環境でなくなる場合などの特殊な状況において利用することとなると思いますが、バッテリー残量に応じて自動で起動するようにしておく設定はいざという時に役立つのでおすすめです。バッテリーセーバーの設定項目は、 Android の設定から電池をタッチして上部に表示されるバッテリーセーバーに格納されています。このページ右上のスイッチをオンにすることで、すぐにバッテリーセーバーが起動し省電力モードとなります。省電力モードになると通知バーとナビゲーションバーがオレンジ色に切り替わるので、一目でバッテリーセーバーが起動していることを確認することができます。バッテリーセーバーを自動で起動させる場合は、自動でオンをタッチして電池残量 5% か電池残量 15% をタッチします。これでバッテリー残量が選択した値以下になると、バッテリーセーバーが自動で起動するようになります。バッテリーセーバーは電話の待ち受け状態は維持しつつも、バッテリーの消費を抑えたい場合などのシチュエーションで特に役立つ機能です。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android を省電力モードで運用できるバッテリーセーバーについての解説でした。